いやー、それにしてもびっくりしたね。急に体育館裏に呼び出されるなんて。ね、びっくりした。私なんかしたっけと思ってずっとハラハラしてたよ。わかる。うち思い当たることがあったから余計に怖かった。思い当たること？怒られるようなこと？うん、それは今日の朝の出来事でした。はい。うちはアロゴとかリップクリームを二度漬けしちゃいました。問題なしだね。え？いや、全く問題ないよ、あんこ。一歩は串カツのタレみたいに二度漬け禁止とかないもん。いっぱい塗ろう。乾燥するし。でもまだあるの。まだあるの？学校来る途中でね、飛行機が飛んでたの。お、飛行機。でね、窓から街を見下ろしてる人が見えたから、グッて返したのね。うん。でも、よく見たらギリシャの人だった。ああ、ギリシャじゃグッドポーズは良くない意味になるって言うもんね。やらかしてしもた。でも、大丈夫だよ、あんこ。大丈夫？うん。だってあんこは視力53万あるから飛んでる飛行機の中の人が見えただろうけど、多分相手からは豆粒ほどの大きさにも見えてないもん。だから大丈夫。それもそっか。そうだよ。でもまあ一応、もし海外行くときは気をつけないとね。そうですな。海外といえば、また旅行とか行きたいね。行きたいですな。明日からせっかく春休みだってのに、まさか美術の特別課題なんてね。ね、でもひなちゃんすごい絵褒められてたもんね。いやいや、あんこの方こそ。問題はそこなんだよね。どこ？ほら、普通さ、点数低くて補習とかならわかるけど、めちゃくちゃ褒められた上で特別課題って、よくわかんなくない？ミステリーですね。ミステリーですな。まあ、先生に聞けばそれもわかるか。それにしても遅いね。そうですな。お疲れーす。あんちゃんじゃん。おし、みっちゃん。あれ、あんこの知り合い？あー、うちら同じじゃないよ。日の鳥中っす。へぇ、中学一緒なんだ。みっちゃん、愛探してるから、うちとよく遊んでたんだ。愛探してる？ん？愛探してる。それとあんこ、何の関係が？ほら、あんちゃん目いいでしょ。一緒に探したら愛見つかるんじゃないかなと思って。ね。結局見つかりませんでしたな。なーに、まだまだ探し途中よ。見つかったら教えんね。おーい。仲いいんだね。いやー、でも高校入ってから話すのめっちゃ久しぶりよね。うん、久しぶり。あ、しまった。申し遅れました。2年5組の桐谷瑞希です。以後お見知りおきも。いえいえ、こちらこそ。2年2組の北川ひなです。視力は 0.8 です。よろしくお願いします。うちはあんこ、視力53万あります。よろしく。ぬひょぬひょ、不意に全員の視線を浴びたから変な声出ちゃったんだよな。オタクだから、くぅ油断したわ。みずきちゃんと二人で特別課題だと思ってたから油断したわ。油断してたら会話入るタイミング見失って空気になってたわ。というか、みずきちゃん、中学生の時にはすでに愛探してたんだ。絶対な。そして今の私は適水製品をようやくすっとマジ気まずい。なんだよな。ぬひょさん？やめっちっていうの。うちと同じクラス。マジ神なんだよな。ギャルの癖してよく考えたらボットも G、ギャルも G、二つ合わせて GG。みずきちゃんからのパス、無駄にしないよ。ここから挽回します。ダメ。やめです。よろしくお願いざます。かんだ。しかも致命的な髪型した。ざます言うてしもた。絶対ひねくれ倒した金持ちの娘か、アニメの見過ぎで狂ったオタクって思われた。よろしくお願いします。よろしく。あれ、スルーされた？気づかれてなかった？二人とも美術の特別課題？そうなの。そうでござる。そうでござる。そっか、何なんだろうね、特別課題って。ね、春休み中に、あることをやらないと単位を上げないって、むちゃくちゃだよね。まったくでござる。まったくでござる。内容は映像研究部の顧問に聞けって言われたんだけど、そういや、ここの顧問って誰なん？あー、3年1組の担任らしいよ。へぇ、3年生の担任か。なんて人だろう。名前なんだっけなぁ。あ、ちょうど来たみたいだよ。あれ？ござるわ。ごめん、遅くなっちゃった。今日も動画見てくれてありがとう。ついにあんことひなとやめとみずきが大集結。しょうこ先生も集まって。さあ、お楽しみに。